ただいまのご紹介に預かりましたの、国立情報学研究所の佐藤一郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。でまあ、私のこう経歴なんですけれども、あのーえっと、一応あの、まあ、うち国立情報学研究所の教員、今ほとんどの者のがですね、この会場のまっすぐ近く歩いて多分 2, 2分かぐらいかかる、3分かかんないぐらいだと思うんですけれども、あの総合研究大学院大学の教員をこう併任してるという形になってます。で、まあ私あの、まあ、今日、まあ、神奈川県を主催の一つになっておりますけども、一応あの、えっと地元民というか横浜育ちで一応あの。 えっと高校もえっ、ー、と神奈川県立の高校を出ておりまして、あのまあ、そういう意味で一応神奈川県にこう。今日は貢献できたことを嬉しいなと思っております。今日はよろしくお願いいたします。それで、まあ、先ほど今ご紹介いただいたように、本来は僕はあのこうシステムソフトウェアと言われている。こうまあ、データセンターの中で動いているような、そのシステムのソフトウェアを専門としております。で、ただまあ。 その政府関連の委員をこう複数させていただいているところもありまして、そういったこともちょっと裏話も含めて今日お話をさせていただこうと思います。で、今日は、ああ神奈川県の方からいただいたお題っていうのが、メタバース。ああ今、北斎のこのバーチャルリアリティを拝めたこうイベントをされているってことで、こうなったところなんですけども、ああ比較的いろんなことをすることになっていまして、すいません、勝手に宣伝をしますけど、 えっと、12月のとかもしかしたらもう2、3日早く出るのかもしれませんけれども、あの中央講論新社のほうからですね、なんか AI の本を書くこと、これ新書です、あのえっと、買っていただけると、なんとなくうれしいかなと思っています。ただ、日はあは AI の話ではなくて、えっと、メタバースの話をさせていただきたいと思っております。でさて、今日まあメタバースのことをお話しするんですけども、まあ、なんでタイトルにオンラインゲームが入っているのかといいますと、あの技術的にはですね、 こうメタバースもオンラインゲームもですね、ほとんど差がないんですね。なのでも、えっとまとめて話してしまおうっていうのが今日の趣旨だったりします。で、さて、まあ、このメタバース、あのー、まあ、ちょっと前に流行りました。あのー、おととしぐらいにはですね、こう皆さんもよく名前をご存知だと思いますけども、えっと、Facebook。 いう会社がありました。けれども、こう会社名をメタバースを意識してメタって名前に変えたりまあ、非常にこう話題になったところです。で、こちらのページはあの神奈川県さんがこう。えっ、ー、とおやりになってる。メタバースで神奈川県つながり発見パークっていうもので。 多分受けてらっしゃるのは突破印刷だったのかな、雄三さん、内情言うと,内と怒られちゃうんだと思うんですけども、まあ、やられていて、まあ、比較的こう自治体とかもですね、いろいろこう取り組みをされているところです。で、まあ、メタバースって何ですかっていうことなんですけども、まあ、ここに書かせていただいたように、まあ、なんか三次元的な空間があって、でそこでこうユーザーの操作をする、まあ、キャラクターっていいましょうか、この分野ではアバターと言い方をしますけども、まあ、アバターを操作して、まあ、その世界をこう楽しむ。 でなんかゲームと違うところはゲームですと何かこう場面をクリアする例えばラスボスを倒すとかそういうのがあると思うんですけどもメタバースに関して言うと特に何もないので、まあ、皆さん好き、命名我々のことをしているっていうところですで、まあ、このメタバースの中で、まあ、皆さんがこうご活動をするときには、えっと、アバターと呼ばれている、まあ、皆さんのこうキャラクターをあってそれをこう操作をする形になります。 でこのキャラクターもですねアバターが、ね、いろいろ種類があってあのこう自分の,そのもう顔を似せたものを作る、まあ、これもご自身が操作されているかどうかよくわかりませんけども作ったりあとその先ほど申し上げたフェイスブックの場合フェイスブックの CEO CE でこうザッカーバーグさんって人がいますけどもそのザッカーバーグさんもこう自分の顔を模した、えー、っとこうアバターを作られたり。あとは もう一つは、こういったそのまあアニメっぽいと言いましょうか、ものであったり、これはサンドボックスって言われて、後でご紹介しますけども、今、小学生でこう非常に人気のあるゲームで、マインクラフトっていうのがありますけれども、マインクラフト風にこうちっちゃなブロックをこう組み合わせたような形でこうキャラクターを作ったりします。で、これ、くだらないんですけど、こういう映像、これはすみません。全然 メタバースの文脈ではなくて生成 AI の番組の時に、えっときに番組の方が編集を,をミスってしまって、えっと、僕の名前がです、ね、CG 合成というか生成 AI で合成された方,の方に重なってしまってるんですけども、まああのー、なので全然メタバースと文脈関係ないんですけどもこういうなんか、えっと、画像を使っていろいろ活動されたりするっていうところが、まあ、メタバースだと言えると思います。 それでさてであともう一つ、まあ、メタバースなんですけどもう一つ、まあえー、特徴的な点としてはあのーまあ、これ後ほどちょっとお話をしますけどいいか悪いかは別にして、えー、とリアルなこう街例えばその渋谷であるとか、まあ、道頓堀の辺りですね辺りをこう模したものこういわゆる現実世界を模した仮想世界を作るっていうものと全くこう違うこう,こういう まあ空想の世界であるものとかもいくつかこの仮想世界の作り方に関してもこう種類があるところでございますあともう一つこうメタバースっていうとあのちょっとあのご紹介しておかなければいけないことがありましてちょっと待ってくださいねえっとマイク伝いながんでちょっと待ってくださいねこれをまあちょっとかぶって言いますと これあの、本当は電源オンにしてこのまま話すのもありなんですけども、あのちょっと通信環境的に不安定なんで、ちょっとそれは今日は諦めてるんですけれども、こういうのをか,かぶり物をします。で、後でこれご説明しますけども、えっ、ー、と、まあ、メタバースを使うときに、こういうのをつける、必然性はないんですけど、まあ、つけてやられる方も多くて、こう首を動かすと、えっ、ー、と、仮想世界の方の見えるところもこう変わる。下を向けば下を向くって。まあ、こういうものです。あと、まあ、手にも。 そういういデバイスをつけてやられるこことともも多いと思いい思まますす、まあ、ういうものをつけますそれで、これなんですけども、はっきり言って、重いですで、それ以外にもちょっといろんな問題点があって、これをちょっと前提にすると、こうなかなか普及は難しいのかなというのを思っております。さて、このメタバースなんですけども、あのまあ、非常にこう最近、部屋ったのはこう一昨年ぐらいでした、なので、まあ、そのイメージもあるかと思うんですけども、結構歴史は古いものでございます。 3次元のメタバースに関して言うと、まあ、2006年から2007年にセカンドライフというものが流行ったこともありましたあともっと,その、えー、と1990年代に2次元のメタバースで、まあ、ハビタットと言われているものこれがある意味先駆けだったんですけどもいうものもあって比較的こう長い分野で、あのー、何回かこう流行ってはまた廃れる流行っては廃れるというところをこう繰り返しています。 でこのまあセカンドライフはまあかなり流行った非常にこうメディアでも取り上げられたんで皆さんこう覚えてらっしゃる方も多いかと思うんですけども、まあ、この中にまああのお店をこう構えるそれもそのまあ日本でもこう有名なこう小売店とかいろんな会社がここにお店を構えて、えー、とまあ商品をまあ売ることもできるんですけどもこう陳列をしてなんかショールーム的に使ったりするっていうのは流行ったっていうものでございます。で まあそれからまあ10年以上経って出てきたのが今のこうメタバースといわれているものでえっとここにこう出てきているのはこう比較的日本でもかなり人気のあるこう VR チャットといわれているものですでメタバースまで実はいろんな種類がございますえっとこの VR チャットの場合こうアバターをこう自分のアバターを使って何か世の中を楽しむっていうことに特化をされていて いうものものありますしあとこのサンドボックスっていうものはあのーまあ、よ楽しむこともあるんですけどもどちらかっていうとそこのアイテムであるとかその土地その仮想世界における土地ですねをこう売ったり買ったり貸したりしてこうお金を儲ける。でさらに この仮想世界におけるお金、これは各そのメタバースごとにこう定義をしているんですけども、独自通貨を、それをですねその実際の現金に換金をすることができるので、メタバースでこう人稼ぎをして、現金を増やす、キャッシュを増やすということがあって、こちらの,このサンドボックスというのは、仮想空間内の土地。 でなんかイメージ僕たちもできるものではないんですけど想、まあ、速間内の土地が非常にこう高騰してで特にその有名な方のアバターが住んでるお家の近くは高くそこをみんな見に行くので高くなるということで、えー、っとそこの土地が、えー、っとこういう CG の土地がこう5000万円でこう売られたとかっていうような形で、まあ、あのお金儲けでされる方もいらっしゃるっていうところだと思います。 でこのまあメタバースあの、まあ、他にもその世の中にあるメタバースっていうもので、えーとまあ、ロブロックスっていう,こうアメリカで人気のあるメタバースに関して言うとそのまあ仮想世界、まあ、たくさんの仮想世界が用意されてるんですけれども、まあ、そのうちの,その9割以上がこうゲームっていうところね、それもあの、えー、とその仮想世界を作るのが比較的こう簡単なのでえっ、ー、と 結構その小学生とか中学生が仮想世界を作ってでそこで遊ぶのも小学生とか中学生が遊ぶっていうことが多く見られたりします日本で言うとそのメタバースでこう小中学生が遊ぶってことはあまりないと思うんですけどもただあの、まあ、日本でその小中学校にこう端末を、まあ、配るってそのギガスクールが出てきてから あのビジュアルプログラミングでこうスクラッチっていうものがあります。あのまあ、お子さん小学校中学生のお子さんだとその、まあ、どっかの何年生とはちょっといろいろ学校に依存してますけれども、まあ、そのプログラミング体験みたいなところでよく使うあのそのプログラミング環境がありますそれのこうを子どもたちがゲームを作ってそれをネットに登録してまた子どもたちが遊ぶっていう現象が見られますけども、まあ、それに近いことが。 アメリカだとそのメタバースの文脈で起きているっていうものです。で今その、まあ、このメタバースの中の,その仮想世界、まあ、いろんな仮想世界が一つのメ,、まあ、メタバースっていうぐらいなのでその、まあ、一つのメタバースの中にこうたくさんのこう仮想世界があるというそういう形式を取るところが多いんですけども、まあ、ほとんどがゲームなんですね。で これは決して偶然の一例ではなくてそのメタバースの,その技術そのものが、えっと、その3次元のこうゲームと非常にそっくりというところがあります。で例えばその、まあ、メタバースをこう形作っているそのテクノロジーっていろんなものがあるんですけれども一、まあ、つはそのオンラインゲーム特にその3次元のゲームあともう一つは、まあ、例えば SNS であったりあと先ほどお見せしたその ヘッドマウントディスプレイのようなこういったバーチャルリアリティの,そのテクノロジー、まあ、こういうのが、まあまあ、うまく集まって、えー、っと出てきたのがあの昨年一昨年ぐらいのこうブームっていうところだと思います。でここに書いてあるハビタットっていうのがまあ最初期のもの、2次元のものです。 実験的なものを作っても2次元の世界でしたけれども、まあ、その今日ちょっとあまり詳しくお話しできませんけれどもその仮想世界におけるこう住民同士のいろんなその、まあ、助け合いとかトラブルとかっていうのはほぼこの1986年のハビタットで出尽くしているとも言われていますあとまあそれがどんどん進化して3次元になってきましたあとまあメタバースっていうそのキーワード、あのー、は えっと、最初に出てきたのは、えっと、SF でしたあの「スノークラッシュ」っていうです、ね、あのスティーブンスの人が書いた小説に使われてきたキーワードですだからその前にもサイバースペースっていう言葉でほぼ同じものを扱っているのでまあたまたまその彼の小説がこうまあその言葉が使われたっていうところなんです彼の小説はどちらかっていうとこの「スノークラッシュ」よりもあの「ダイヤモンド・エイジ」っていう小説の方が多分有名で あんまりこの小説って僕も意外にも当時意外に政府好きだったのでよく読んでたんですけども話題にならなかったはずですねあの長,ったら長いんですよ小説がだらだらとなので僕もこれはえっと読まなかった記憶があります選んで読まなかった記憶があったりしますさてでまあそういう意味で言うとこのメタバースとそのオンラインのゲームってかなりこうシームレスにつながっていますでさらに そのオンラインではないそのゲームももちろんあってでその中でもその3次元のゲームみたいなものっていうのはあの、まあ、技術的にはかなり近いところがありますでそのメタバースの仕組みをその考える上であこれはすみませんそのオンラインゲームの代表なんですけども「フォートナイト」って言われてるもんですで、まあ、今日ここにいらっしゃる方がこういうゲームをされるかどうかは分かりません僕も 色々こう語ってますけどそんなにゲームをする方じゃないんですけどもマーケットとしてはすごく大きいんですね。でこのフォートナイトっていうのはこれ後でご説明しますけどエピックゲームズっていうところがこう開発をして、えーっとまあ、これにかかるそのなんだろう売り上げっていうのが、まあ、2年間で1.3兆円っていうぐらいのこう売り上げが出てるって言われていて、まあ、ある種その巨大市場っていうのがあるような状況です。でこの辺になってくるともう どこまでがオンラインゲームでどこまでがメタバースかよくわからない。で、多分そのテクニカル見たら、技術的に言うとこれはオンラインゲームだと思うんですけども、でもやっているこのエピックゲームズの人たちはこれはメタバースと称しているところもあって、まあ、あの、境目がない状態です。であと、もう一つメタバースに関して付け加えておくことなんですけど、これはあの、先ほどご説明したあの VR チャットっていう、あの、まあ、メタバースなんですけども、お気づきだと思うんですけども、 こここに出てくるアバターこれはユーザーがこう定義をする自分でそのこういったメタバースっていうのはそのアバターを変身をするそのお絵かきツールみたいなものがあってそれを使ってそのまあ 自分のこう外見を変えるることもできるしその外部にあるる画像を取り込めるサービスもありますあの,外部の画像を取り込めるサービスとしてまあ代表なのはこの VR チャットなんですけどもこれお気づきだと思うんですけど意外にこうよくあるあの日本のアニメというかちょっと同人誌っぽいキャラクターに近いっていうふうに思われるお気づきの方だと思うんですけどもこれ偶然これも偶然ではなくてえっと日本のですね そのキャラクターあの、まあ、日本はあのこうキャラクター大国って言われていて、まあ、こんなにこう、まあ、ゆるキャラに代表されるようなキャラクターがある国はこう少ないわけなんですけどもあの、まあ、キャラクターが多いわけですよ諸、まあ、説いろんなものがありますけども「よろずの神」だったからそういうの好きなんだとかいろんな説がありますけれどもあの、まあ、こういったそのメタバースにおいて日本のキャラクターがすごく多くなった理由っていうのはえっと 初音ミクっていうこれはあのちょっと変わった由緒でそのボーカロイドといってこう人間のその行為を合成する、まあ、してこう歌を歌わせるっていうそういうまあソフトウェアがあってそれのこうイメージキャラクターがこう初音ミクだったんですね。でこの初音ミクを作っていた会社がこの初音ミクの,その著作権といいましょうか利用をですねこう自由にやっていいよっていうことにしたので、まあ、好きな人たちがまあ そのボーカロイドで歌を歌えるんだったら踊らせたいっていうことでこの初音ミクのキャラクターをこう踊らせるためのこう技術っていうのをこう勝手にこう開発をしてでその初音ミクを踊るときにはその踊るキャラクターとして初音ミクの画像が必要なあってまあそれがですねだんだんこうどんどんしていくとこうフォーマット画像フォーマットみたいなのがこう自然に決まってきましたこれがあのえっとミクミクダンス MMD っていうんですけども これを使ったフォーマットに合わせた、その、踊れる、その CG 的なキャラクターっていうのは、こう、非常に日本に出回っていました。で、最初にこれを使ったのは、どういう人たちだったのかっていうと、あの、いわゆるバーチャル YouTuber って言われてる方々。YouTube で、その、リアルの自分を出さずに CG の画像を出すっていう方は、まあ、あの、初期においてほぼこの MMD のフォーマットを使っていた。 でまあ、これをもその、えー、とメタバースのアバターに使うということがあってで、まあ、そもそも日本で始まったので日本のキャラクターが多いしまたその世界的に見てもこう日本のアニメティックのキャラクター好きだっていう外国人がすごく多いので、まあ、そういう人たちがどんどん集まってまた彼らも日本っぽいキャラクターを作るので日本風のキャラクターが増えてしまったっていうのが、まあ、今の,そのメタバースの状況なんだと思います。 はい、ちなみにこう、スネミク好きな人は好きで、まあ、僕の周りにもです、ねえっと、似たようなことをやっている人が実はいるんですけれどもあのこれ、テレビで TBS さんが最近ご紹介してたんですけどもスネミクと、えっと、結婚した男性っていう人がいてイメージできますか <laughs> ?CG 上のアニメとこう結婚して、まあ、これあのリアルに人形をなんかどっかで作ったんでしょうね置いてて。でこう まあお話をしたりすするっていうことで,す、まあ、で今の,その生成 AI の技術をもってすれば会話はできるのできっとそういう人たちもあのこう人形を眺めて独り言とっていうか勝手にしゃべっているだけじゃなくて多分こうお相手をしてくれるのできっとさらにこういうことをやりたがる人が増えるんだろうなっていう気がします。す、はい、すごいですよね、はい、でさて これからそのテクニカルなこう説明に移っていくんですけども、メタバース体験、まあ話を聞いてるよりも体験した方がいいもんだと思うので体験していただきたいんですけど、ちょっと今日そういうこともちょっとやれる状況でもないので、まあどうしたら体験できるかって言いますと、神奈川県さんの方で先ほどご紹介したものをされてるので、まあそれを使われるのが多分いいと思います。で、比較的その自治体とかが、その公共、まあ国とか、 まあ役所とか自治体が作っているものっていうのは、あのウェブブラウザで動くようなメタバースを提供されているので、それを使われる方が多分手柄だと思います。先ほど言ったその、今日今ご紹介したその、えー、と VR チャットとか Roblox とかあの THE SANDBOX もそうですけども、専用のソフトウェアを入れないと動かないので、それをやるよりはその比較的自治体さんとか企業がやっている簡易版のメタバースがいいと思います。でそれと、あのー まあ消費社会とか、その1970年代から80年代のその消費文化論とかね、ご興味のある方だったら多分お名前をご存知だと思いますけれども、えっと、ジャンポード・リアールっていう人が書いて、ジャンポード・リアールっていうのはその消費社会っていうものを、まあ、批評するときに、それはそのもう商品っていうものではなくて、記号化されたものを皆さんが消費してるんだっていうふうに言いました。 でで彼はその、まあ、ディズニーランドっていうものはアメリカの,その消費社会の象徴であるという言い方をしていて、まあ、もうちょっとその文脈が複雑なんですけれども、まあ、そういう言い方をしていてで、まあ、メタバースもそのコンピューターで合成をされている点でいうと、まあ、そのある種こう記号としてあの表現をされた世界なんですね。なののでででその観点で言うと、まあ、メタバースで多分 現状その世の中において究極のメタバース空間って何かっていうとあのディズニーランドとかユニバーサル・スタジオだと思いますで逆に言うとディズニーランドとかユニバーサル・スタジオっていうものが、まあ、コンピューター上で再現されたものがメタバースだというふうに思っていただくといいと思います例えばそのユニバーサル・スタジオだとするとそのハリー・ポッターの,そのエリアもあるし そのスーパーマリオブラザーズのその任天堂のエリアもあるわけですよ。でそこに行けばその世界になると,と同じようにメタバースもそのメタバース上にいろんな仮想世界があってそこに入っていくとその世界を楽しむっていうものです。でまあこういったものでも全然多分体験できるのかなと思います。さてこのテクニカルにこのメタバースなんですちょっとすいませんスライドの順番を入れ替えさせていただきました。えーと まあ基本的に今のメタバースっていうのはその3次元であの実現をしていますでこの3次元をコンピューター上で実現する時っていうのはまあある程度もやり方っていうのは定まっていますで、まあ、あの皆さんはそのオンラインのゲームされるかどうかは先ほど分かりませんって言いましたけどまあお子さんとかお孫さんであのこうゲームをしてる あの方がお家族にいらんのであれば、まあぜひなんか教えてあげてほしいんですけども、まあ3次元のゲームってコンピューターが直接その3次元の世界を作れるわけではなくて、かなりいろんなこうプロセスをして作っています。で例えばこうサイコロみたいなこう立方体があったときに、コンピューター上ではどういうふうに表現されてるのかっていうと、まずこういうまあ立方体の定義 まあその製図でいうとその三面図みたいな図みたいなそういう定義を作っておいてそれをそのこう立体化をしますで立体化をする時にはどの角度から見てるかっていうことを含めて立体化をしてますでただその製図における立体化だとするとそのいわゆる何だろう建物の見取り図で描くようなパースみたいに違って遠近感がないので遠近法に従ってこう形状変化をして で立方体光の角度によってこう影が出ますで影をこう計算して、まあ、光の位置を決めて影を計算してでさらにこれだけだと単にフレームっていうかただの板が張ってあるだけなのでそこの、えー、と立体にこうの模様っていいましょうかこういうのをテクスチャーっていいますけどもテクスチャーを張って形にしてでさらに、えー、と影とか映り込みをします。あのー 実際こういうもの、例えばここを見ていただいてもそうなんですけれども、ここに木目がありますけれども、この木目も、ここの床の下の床であるとか、ここの大理石っていうものが反射しているし、まあ、逆も起きているわけです。で、そういうのをこう、えー、と計算して、まあ、それっぽい映像をします。で、こういうのを、まあ、CG の世界でやってます。で、さらに、えー、と3次元で見えるときには、その角度。 まあ、あの先ほど角度の計算をするんですけどもここでちょっと申し上げておきたいのはこのゲームの世界、まあ、メタバースの世界もそうなんですけれどもものすごくあの三角関数を使いますあのまあ前政治家でですねこう三角関数よりも金融経済を学ぶべきではないかとい言った人がいたそうですけれどもあとまあ三角関数どこで使ってあるか分かんないとかって言った人もいますけど、まあ、ゲームの世界で言うと おそらく1秒間にあの、まあ、数万回って書けましたけども、えっと、もしかするとちょっと凝った 3D のゲームだとすると1秒間に100万回以上の三角関数を解いてると思いますなのであの三角関数はいらないっていう人は多分ゲームをする資格はないと思いますはいであともう一つあの今のゲームこう3次元のゲームと2次元のゲームやっぱりちょっと大き作り方の違いとして 3次元のゲームって名前に現実世界と近いので現実世界のとずれがあると違和感を感じてしまうんですね。で現実世界ってどういうふうにする違和感がないのかっていうとものをれ落ちるわけです。でこの落ち方もこうまあ皆さん高校の物理で習ったと思いますけどもこうそのニュートンの方程式とかがついてこう加速して落ちていくわけです。でそういうい現象を こう再現してやらななきゃいけないわけけわです例えば何か、えっと、ちょっと待ってこれはどうすればいいんだうあれ反応してるこう落ちてきましたねこういう動かないのはなぜ こう、トーンとしてきました。まあ、こういうその、えっと、現象っていうのは、あの、一応その物理法則に合わせて、こう、解いていきます。で、こういった落ちるだけではなくて、その、衝突する、壁があれば跳ね返る、で、あと何か爆発するとかっていうものをも、物理的な、こう、式を解いて、えっと、やっているっていうものになります。なので、あの、もう一つそのゲームを作るためには、物理の法則もよく知らないとゲームを作ることができません。 本当にできません。で、あと、このゲームなんですけども、動いているように見えますけども、現実にはこう、紙芝居になっていて、えっ、ー、と、これはあの、ボールが転がるところですけど、これはそのアニメーションでやると、この3つの画像を組み合わせると、こういうふうに、もう一回いきますね。戻ります。こう動いてるから。こういうふうに書って、こう、高速に紙芝居をします。で、この紙芝居ですね、あのー、どのぐらいの感覚でやってるのかっていうと、今のゲームだと、 えっと、一応1秒間に、えっとまあ、60回ぐらいのサイクルでやることが多いです。これなぜかっていうと、まあ、今の,そのデジタルテレビいわゆる地上波のテレビが60回だということもあるんですけども、まあ、大体この1秒間に60回ぐらいになると、えっと、認知的なその遅れっていうのは感じなくなるんですね。あの映画とかだとその24回とか昔の,そのアナログテレビだと30回だったんですけれども えっと、やや遅れを感じることがある特に操作をしながらやった時には微妙に遅れを感じることがあるので、えっと、60回を基本にしてこのサイクルで動かすでゲームのプログラムってもうどんなゲームも本当基本的にパターンは同じで、えっと、ユーザーの操作を受け取ったらそれを処理してそれを画面に書き出すそれをひたすら繰り返してるんですよ操作処理描画操作処理描画これをです,、ね、すごいサイクルで えっと、処理をし続けての,そのゲームのプログラミングの基本でこれはその3次元のゲームでも2次元のゲームでも同じ例えばそのチェスのゲームとかでも現実にはそのチェスをそのコマを操作して計算をしてそれをこう描画をするっていうことをやっているだけなのであの同じです、まあ、これをこう高速でやるっていうのはえっとあまりこうゲームの話をしていてもしょうがないのでちょっとまとめをしますけども あのー、3次元のゲーム、えー、っとそのプログラマーって言われてる人は本当は三角関数はかなり得意でなきゃいけませんそ,の、まあ、そういった幾何学を解くその能力としては、えー、多分高校の数学ではちょっと無理でその大学でもいわゆるこうその理工系とかでその大学院レベルのこう数学をこうちょっとフルに駆使をするっていうところもありますしあと当然物理の法則とかも知らなければいけないので あの結構、何、えっと、だろうその、よく勉強してないとなかなかできないところです。あとそのゲームのデザイナーって言われる人たちでそれはまあ絵を描いたりそのストーリー設定をするような人っていうのはまあ逆にこういったプログラミング能力がなくてもできるっていうところがあって、まあ、今の,そのゲームの世界って、まあ、結構、この2つに触手が分かれてもちろんその。 その開発のマネジメントをするような方々も当然たくさんいらっしゃってやってるっていうところです。はい、で、まあ、こういうそのゲームの,そのプログラミングをかなりその高度な知識その数学でも物理でも必要なので、まあ、誰でも作れるものでもないので、えっと、現状はですねそのゲームのそういったその描画であるとか物理現象とかをあの再現するものとしてこうゲームエンジンっていうものがあります。 でまあ、物理世界を再現するに物理エンジンということもあるんですけども、まあ、そ,のそこに全部集約をしてででゲームの,そのデザイナーさんはこれのゲームエンジンに動、まあ、合うようにそのこうデータをこうひたすら作っていくっていうのがまあ今のスタイルですそれでちょっとこのゲームエンジンをお話をしたのは、えっと、メタバースで先ほどその一部のメタバースは コンピューターにソフトウェアをインストールしなければいけないってお話をしましたけどインストールするものが何かっていうとこのゲームエンジンそのものだからですで、まあ、だ代表的なゲームエンジンでアンリアルエンジンとかユニティっていうのがあってユニティは、まあ、例えばポケモン GO とかドラゴンクエストの一部のバージョンとか、まあ、比較的広く使われていてでアンリアルエンジンっていうのはあのー、えっとさっき言った「フォートナイト」っていうのはあのー、作られてるんですけども えと今まあこれがきっぱり分かれていて汎用のゲームエンジンを使ってこうゲームを作ることがあってその3次元のゲーム、まあ、2次元でもあるんですけどもあの全くプログラマーがいないプロジェクトっていうのも最近増えたなっていう気がします。でちななみに一番有名なその ユニティがまあ一番有名かもしれませんけど、1、2を争う有名なアンリアルエンジンっていうのは、先ほどちょっとお話ししたエピックゲームズっていう会社が開発してるんですけども、ここが変わっていて、エピックゲームズの創業者っていう人が、えっと、今の最新のバージョンはわからないけど、一つ前のバージョンまでは、コアの部分はその会長さんっていうか、あの創業者が CEO の人が自ら書いていた。プログラミングして。で、この人ね、かなり変わっていて、 あのまあ、ものすごい資産家なわけですよそのさっき「フォートナイト」だけでもその市場規模は2年間でその1兆円を超えるような規模なので当然収入も多いんですけどあんまりこうお金に興味がなくてでも多かったお金は全てあのなんか原野というかあの森林を買ってそのまま放置する森林保全のための放置にほとんどお金を使っていてでただひたすらこうゲームエンジンを作ってます。である意味その彼がゲームエンジンジを 作りたいがために作られた会社がエピックゲームズっていう会社で彼はひたすら作ってるっていうところがあります。でゲームエンジンのプログラミングってまあそんなに魅力があるのかなと思うんですけどもこれあの僕もなんかその今こう,こういう研究者してますけどもまあもうちょっと若かったっていうか僕はその高校生ぐらいだったらちょっとゲームエンジンのプログラマーに憧れるところがあってそれなぜかっていうと神になれるんですよ。 ゲームエンジンは3次元の世界も作るし物理法則も再現しているのでゲームエンジンの世界でちょっとパラメータを変えれば重力は地球の10倍にもできるし無重力にもできるしその物が当たった時に跳ね返らずに壁にのめり込むこともできたりする。ある意味、ねその 今、我々に生きている世界っていうのをこう自由に選択、まあ、その制御をできる、まあ、ある意味、唯一の仕事っていうところがあって、まあ、そういう意味で言うと一度ゲームエンジンはなんか楽しいんだと思います。だって、まあ、こういうそのゲームの仕組みなんですけども比較的今までお話ししたところはゲームの仕組みとしては、まあ、一般的にそのパソコンの中であるとか任天堂のスイッチとかっていうそういうゲームコンソールとかで動くお話をしました。で ただそのメタバースの場合基本的にオンラインゲームなのでまあオンラインのゲームの話をすると通常のゲームですとパソコンの中でそのデータを置いてデータを読み込んで3次元の世界を再現したり物理法則を解いたりしてゲームの世界を作っていくんですけどもあのオンラインのゲームではえっとそれがそのサーバー側とまあそのパソコンとかスマートフォン側にこう分かれていますで何をやるのかっていうと 先ほどに言うと、ね、3, 3次元の立体物を作るところまではサーバー側でやってでその立体物のデータだけをこちらに送ってここでその見え方この角度で見てるっていうところの、えー、と処理をしてさらにそのテクスチャーっていうかその、えー、と表面にこの絵を貼ったり影をつけたりする計算をパソコンでやるってやり方が、まあ、多いですで。切り分けはいいろろあって えっと、スマートフォンとかのゲームだとそんなにここでその今言ったその三角関数をたくさん特意な処理っていうのはできないのでこちら側でやってるケースがあります例えばその比較的日本でメジャーなそのオンラインゲームで「ドラゴンクエスト」のあれは10だから X とか10とか言ったりしてるのがありますけどもそれの任天堂の Wii 版とかの時には えっと、ほ,ほ,ほぼこっちでやって動画像を送るような形で、えっと、計算完全にこう仮想世界の絵を作ってでそれを動画像で送ってこちらでこう描画することによって再現してたってケースもありますあのいわゆる「ドラゴンクエストのバトル」みたいなところですねで、まあ、こういう形で、まあ、今説明してしまいましたけども、まあ、こんな形でこう、えっと、データを渡してるっていうところです。で オンラインゲームとメタバース何が違うんですかっていうことだけ少しお話をしておくとちょっとこの図を見てもなかなかイメージつかないと思いますすいませんすごく技術や向きに書いてしまったので、えっと一言言うとあまり変わらないんですけど、えっと、その3次元の世界を誰が定義してるかっていうところが、えっと、普通のオンラインゲームだとオンラインゲームの会社の人がその3次元の世界どういう世界 まあなんか森がありますよとか街中ですよとかそういうものを定義してるんですけどもメタバースの場合はその仮想世界を定義するのはそのメタバースの提供会社ではないケースが結構多いです。いわゆるサードパーティーっていうところが提供してるケースが多いのでまあそういうところがいろんなその仮想世界を提供してで利用者はそのアバターという形でまあいろんな仮想世界を楽しむっていうのが、あ。のー 一つの考え方ですあとその先ほど言ったように、まあ、利用者の,そのアバターに関しても、まあ、その利用者がこう独自にこう、えっと、作ったものを使うケースもあったりします。はい、で、まあ、ビジネスモデル的にはあのサードパーティーさんはその仮想世界を作ったりアイテムを作ってでどうやってその稼ぐのかっていうと。 それを直接ユーザーに提供するのではなくてそのメタバースの,そのプラットフォームを提供している事業者に提供してで利用者の方はそのメタバースのプラットフォーム会社の方にその手数料というか利用料を払ってでそのスマホの時にアップルストアとかにこうお金を30%取られてしまうっていう話がありますけどもさらに高い手数料を取ってっ、えー、とそのて。 利用者の払った手数料がサードパーティーのほうに流れるというそういうビジネスモデルですおそ、まあ、らくその、まあ、僕もその総務省の委員とかしてるんですけれどもあのスマートフォンの,そのアプリマーケットはその手数料が高いとか安いとかいろんな今問題が起きていますけれどもあの買いに行くメータバースがあったらやっぱりもうような問題が出てくるんだと思います。さて このメタバース、大体こう仕組みとしてはこんなところで、まあ皆さん分かっていただきたいことは、まあ3次元のゲームを作るときにはともかくいろんな計算をしなきゃいけないし、いろいろ工夫をしなきゃいけないということと、まあネットワークで使うとなると、あのこう処理をどこまでをそのサーバーがあれて、どこまでをからをそのパソコンとかスマートフォンでやるかってことを考えなきゃいけないんですけども、ただですね、サーバーも その計算センター、デー,あのデータセンターと言われるところにあって、早いコンピューターを使うんですどやっぱり能力の限界があるわけです。なので、いろいろ制限がかかりますで。どんな制限がかかるのかって言いますと、えーっとですね、一つはあの、そんなにたくさんのユーザーを収容できないとて問題あります。例えば えと一つの、まあ、仮想世界というのは一つのサーバーで、まあ、基本的に実現をするんですけどもそのサーバーの性能によってそこの仮想世界に入れる人の人数というのはこう決まっています例えば先ほどご説明したその VR チャットというメタバースの場合一つの仮想世界に入るのは大体こう多くても100人ぐらい少ないところ560人に制限されててそれ以上入ると入れませんという形になったりします ただあまりそれ入れませんってやってるとその人気の仮想世界にはこうみんな行きたいわけですよ。でそうするとどうなるのかっていうと、えっと、仮想世界を、えー、っとこう複製を作るんですねサーバーをもう一個用意してそこにその仮想世界の複製を用意します。で複製といってなので世界そのものは同じなんですけど、えー、っとユーザーは,はそこに入ってるアバターは違う人たちなので えとここではこう3人入っていてで2人来ちゃいましたでそうするとその2人のために別の仮想世界を用意しましたとなるとこちらの2人の人は、まあ、のアバターは会えるかもしれませんけれども、えー、と上の3人の方のアバターの人はこちらの2人の方のアバターを見ることはできない基本的に別世界で動いてるということになります。なので これはあの、まあ、メタバース一と年ぐらい流部屋にあった時にすごくこうメディアをこうに合わせた話で、えー、とまあラップ歌手の人がこうメタバース上でこう歌って踊るってイベントがあってで僕、すいませんラップ系全然わからないんですけれどもこのトラビス・スコットっていう人がそのライブをした時には、えー、と同時接続した人だけでも1230万人が接続したそうです。うん でも、その時のキャプチャーなんですけども、見てください、そんなに1230万人もいるように見えないんですね、せいぜい100人ぐらいしかいない、これ、どうしてかっていうと、その収容できる人数っていうのは、そのサーバーの処理能力で決まってしまうので、せいぜい一度で入るのは100人ぐらいだってことです。 でここの数字って実はあの先ほど言った昔流行った2006年ぐらいに流行ったセカンドライフから実は全然変わっていなくって、えー、とそのねたくさん入れないという形になります。でここでまあ一つ言えることはあのーまあ、皆さんこう、まあ、すみませんこうどのぐらいの方がご覧になってるかどうかわからないですけど、えー、と映画で、まあ、細井さんということの映画で、えー、とサマーウォーズとか、えーと 竜とそば,さそばかす姫でいいんでしたっけをご覧になった方も多いと思うんですけどそこではメタバースが舞台になっていてすごい数のアバターがこう集まってなんかこう歌を聴いてるとかそのバトルをこうみんなで眺めてるっていうシーンが出てくるんですけどそれはできないんですよね今の技術ではですからメタバースではその大集会であるとか大行進っていうのはできないっていうのが、えっと、実情だったりします。 でちなみに、あのー、仮想世界こう複製を作るとです、ね、例えば1つの仮想世界に1個しかないアイテムがあったとしても、えー、それも複製が作られてしまうケースがあって2個になっちゃうこともあるしそれを1個だけにすると片方の世界でそのアイテムを取るともう片方の世界ではこつ然と消えるみたいなことが起きて こうそういううい非現実性が起きてしまうことがなりますあともう一つ、まあ、この辺が実は僕の専門といいましょうか、本当の専門で、僕はその分散システムにおけるその、まあ、複製データの一貫性という何,何言ってるんだって感じをしますけども、まあ、平たく言うと、その銀行のトランザクションシステムみたいなものをこう研究していますで。その立場で言うとあの、やっぱり似た問題っていうのは、このメタバースの世界でも起きます。 でどういうことが起きるのかちょっと皆さんにこれから想像していただきたいんですけども、えっとまあ、2人のユーザーの人が、まあ、違う場所からその、まあ、キャラクターを操作をしているでなんか空中にこうコインが浮かんでいてこてジャンプして撮るということをしたとしますでジャンプして撮るんですけども通信ってコンピューターの通信ってそれうにう、ね、遅延があるんですよね えと普通のパソコンからデータセンターを経由してでその、まあ、いくつかデータセンターとかいろんなその中継点を通ってでそのゲーム会社の,そのサーバーに接続する時までには、まあ、1秒はかからないけれどもその、まあ、数十ミリ秒とかあの100ミリ秒ぐらいの遅延っていうのはやっぱりどうしても生じてしまいますスマホであるともうちょっと生じてしまいますけれどもそうすると何が起きるのかっていうとあ2人の。 ユーザーのそのアバターが同じ場面に同じコインに届く位置にいたとして、えっと、片方がこうジャンプ、まあ自分のキャラクターをジャンプして取ったとしますよね。で、だけど、通信遅延があるので、向こう相手のもう一人のキャラクターの動きっていうのは、少し古い状況しか見れてないわけですよ。なので、こうやってジャンプしたで取って、あ、取ったと思ったけども、 こっちのユーザーも全く同じ時間にジャンプして撮っていたとすると、こっちのユーザーから見ると、向こうはぼーっと立ってるだけに見えるし、こっち側のユーザーから、さっき言ったこっちのキャラクターを見ると、やっぱりぼーっと立ってるだけに見て、で、自分だけジャンプして撮ったって見えてしまって、いうことが頻繁に起きます。すごくその、こう、取り合いのゲームとかで起きて、で、その時に、どうするのかっていうのが、 このオンンラインゲームでもこのベタマースではすごく重要な問題になります。でどうするのかなんですけどもえっ、ー、といろいろその解決策はあってまあそうは言ってもそのアイテム1個なんだからどっちかに1つしか渡さないってことにします。でまあ取れた方はそれで満足ですよねだってジャンプして取った動作をして自分にアイテムが来たから。でももう片方の そのキャラクターを操作してる利用者から見るとジャンプしてアイテム取ったのに気がついてみたらアイテムなかったっていうことが起きるわけですでそうするとあのほとんどの,そのオンラインゲームをメタバースもそうなんですけども付き、まあ、決めとかあの、まあ、利用回数に応じたその課金モデルをしているのでそういうその不信感があると抜けてっちゃうとやめてっちゃうわけですよでゲームの場合どうするのかっていうと 両方に挙げるんで、すよでこういうのを専門用語で、そのアイテムデュープ、アイテムデュプリケーションって言います。で、まあ、こうするんですけど、ただ、そのアイテムが1個しかないものだとすると、そういうそのユーザーのその不信感を払拭するために、アイテムをこう2つにしてしまっているわけで、まあ、そのアイテムの数っていうものがこうずれていってしまうっていう問題が起きるのと、あとつもう一つゲームではですね、 あのまあ、やってる人たちもだんだん気づくんですね、同時にジャンプすればお互いに両方とも取れる、ウィンウィンになれると思うので、あ向こうと取り合いになったという瞬間になると、向こうとあおんの呼吸でこう、まあ、キャラクターが動くので、それで合わせて、2人で同時にジャンプして、こう取るっていうことが横行します、こういうチートプレーっていなのが横行して、まあ、それはそれでまた問題が起きたりします。 あのゲームの世界っていうのは結構そういう問題っていうのがあの多発していてで,でもそれってじゃあその片方一方だけ当たたとしたらまた不満も起きるっていうところでそこの辺をどうマネージするのかっていうところがあの結構重要だったりしますで、まあ、こういう問題って、まあ、メタバースでも当然起きてきますでさてこのメタバース今ご説明をしましたけども あのもうこの世界メタバースに関して言うと流行っては廃れ流行っては廃れをこう繰り返していて、まあ、それの繰り返しで廃れたからといって,ってふーんって感じなんですけども、えっとまあ、いくつかその今のメタバースこう問題があってこう普及をしなかったっていうふうに言われていますで一番こう言われているのは過疎化なんですね過疎化さっきあのその ラップ系の歌手の方の,そのライブのときに、まあ、こう 1000, 1000万人以上接続しているのに100人ぐらいしかいないというところがありましたけども、まあ、これはまだいいほうで、えー、と普通の仮想世界でなんかメタバースで他のアバターとこう会話をしたいダンスを一緒に踊りたいとかって言っても大体その空間に行っても誰もいないということが起きます。ただ 仮想空間でこう1人ポツンとなっていっていい加速感が起きやすいですでもちろんその一つの理由はこう利用者が少ないってこともあるんですけどもう一つは今のメタバースって利用者も2人の利用者が同時に会おうとすると2人のアバターが同時に会おうとするとそれぞれのアバターの利用者が同時にメタバースにこうを接続して使ってなきゃいけないってことになります。 で、メタバースって確かに空間的な距離、要するに遠くからでもう全然違う場所からでも一つの世界で二人のアバターっていうのが存在することができるので、物理的な距離っていうのを超えることができたんですけども、まあ時間的な距離っていうのを超えることができなかったっていうためにこう過酷化が起きてしまいました。で、ただこの問題って、 えっと、1990年代の末にはです、ね、こう指摘をされていましたこうポール・ビビリオっていう、まあ、フランスのこれもともと建築家だったと思うんですけども、まあ、そういうなんかいろいろ語る哲学っぽく語る人がいてです、ね、その方がすでにこう指摘をしていた問題です。でただあの一つまあ予言地味って言いますとあの、まあ、次回多分メタバースが流行る時にはあのそこは多分解決できるでしょうね。 あの生成、AI、例えばチャット g p t みたいなものを使うとこう会話をまあ AI がしてくれるわけなのでまあキャラクターアバターの,その利用者が接続していなくてもその AI がそのその利用者になりかわってそのアバターがこう喋ったり踊ったりしてくれるようにしてくれるのでまあそれを見た他のアバターはあそこにあったかも利用者がいるかのように見えるのでまあ少なくともそういう。 過疎化っていうのはこう防げるんではないかっていうふうに思いますでちなみにこのメタバース今ちょっとこの1990年代に指摘をされていたっていうことを言いましたけどもあのちょっと面白いのはほとんどのメタバースの論考って90年代に行われていて、えー、と新しいものはあんまり出てきてないんですよまあ焼き直していろんなものが出てきてますがほぼ90年代に出ていますあとあの先ほどあの えっと、ボデー・リアルの人のシミュラークル」という本をご紹介しましたけどもこれは天然メタバースの文脈はないんですけどもこう記号化された世界を扱っていてでその本にインスパイアされて作られた映画が「えっと、マトリックス」です。えっと思われるかもしれませんけどもマトリックスの,あの監督さんたちっていうかあれまあ兄弟でやってたわけですけども、あのー、主なスタッフとスタッフと 主なその俳優さんにはその本を読めということをその求めて条件とに求めていたぐらいでまあネタ本っていうふうに言われています何で消費社会がそうつながるのかっていうのはこれ読んでいただくとああなるほどって感じになると思いますでさてもう一つ今のメタバースがある意味でこうみんなパッとしなかった理由っていうのはあのなぜか 現実空間を仮想空間上にこう再現しようとしてしまったんですね。こう、バーチャル渋谷とか、バーチャル秋葉原とか、バーチャル道頓堀とか、そういうのがすごく流行りました。で、それってほとんど意味ないんですよ。で、なぜなのかっていうとあの、仮想空間っていうのは、アバターっていうのは、デジタル化されてるものですから、瞬間移動ができるんですよ。 で現実世界の街都市っていうのはかなりの部分を通路に使ってるんで道路とか廊下であるとかドアとかでもそういうのって一切いらないんですよメタバースででもそのそれも含めて再現しようとしまったので非常にこう不効率な仮想空間が作られてしまったっていうところですでちなみにこうこれバーチャルシビアでこれやっている あの某通信会社のこれの担当の部長の人に「なんで渋谷はわざわざ同じものを作って意味ないじゃない」ってこうブ,ーブ,ーブーブー言ってたそのうち「だって偉い人はメタバースって言うとこういうイメージなんだもん」って言ってまして結構そのお年寄りの方で、まあ、知らない方だとなんかリアルなところを再現すると嬉しいなっていうふうに思っちゃうんでしょうねで神奈川県は完全に仮想空間にしてくれたからよかったんですけどこの話をその京都とかで言うと多分怒られるわけですはい。 であと、まあ、とはいってもその現実世界を仮想こういった表現することは全く無駄かっていうとそういうこともなくてもちろんアプリはあってあの環境アセスメントですね例えばその建物とかで、まあ、太陽が角度によってこう日陰ができるとかその、まあ、最近のものだと例えば暖房がどのぐらい温度が下がるかみたいなこうシミュレーションできたりすることができるので、まあ、そういうものには使えるかもしれませんけどただこれがメタバースなのかって言われると全然関係なかったりします。あちなみにあの 環境アセスメントっていうものをこう日本でこう国も含めて自治体も含めてこういち早く導入したのはこう神奈川県なので、あのー、神奈川県さんとかはこう結構アセスメ環境アセスメント好きだったりしますあとまあその災害のこう避難訓練のシミュレーションでこういう画像を使ってやるっていうのですけどまあこれもあのグーグルのストリートビューみたいなものを使えばいいんじゃないって気がしますあとは工場とかのそのえっと動作でこれあのー、確かえっと えっとね、BMW さんの工場だったのか何らかの工場だったと思うんですけどもこっちが、えっと、その仮想空間でこっちが現実空間でほぼこう同じものを使ってやれるでこうするとその何か,そのなんか機械を動かしたどういうふうに動作をするかって例えば生産工学的なそのシミュレーションであったり安全性の確認とかっていうものをそのコンピューター上で再現することができるので早く行えるっていうメリットがあったりします。 でさて残りもあと10分ぐらいなのでちょっと大急ぎでメタバースの課題についてお話をしていきますけれどもメタバース、まあ、ここにいろんな人々があっていろいろしてくるといろんな問題が起きるんですねで、まあ、あのどういう問題が起きるのかってこう簡単にご紹介していきますけども一つはその現実世界のものを、えー、と仮想空間に再現してしまうとかあのまあ 曲とかの楽譜を、えっと、勝手に演奏をさせてしまうとか、えっ、ー、と、あとは、その仮想空間の上にある何かアイテムっていうものを現実世界にこう再現してしまう。まあ、さっきのこの例と逆ですね。あとは、仮想空間上にあるものをまたコピーを作るって問題もあります。で、ちょっとそのスライドの方にあるので、あのー、ちょっと、 ちょっとネタ的に1個ご紹介しようと思うんですけども、えっと、ここに黄色く出ているおもちゃはこれリアルのおもちゃなんですけれどもあとこれあの実際おもちゃなんですけどここにあるのは何かっていうと先ほど言ったそのフォートナイトっていうその世界におけるものをそのおもちゃ物理実体化をしてますこのフォートナイトのビジネスすごくうまくって結局そのオンラインゲームってなかなかユーザーつかないんですけどもでも その理由って意外にユーザーにリーチできてないからって言われていて彼らはそのこれのフォートナイトのライセンスを格安にいろんなゲーム会社に出してゲームとおもちゃ会社に出していてでで何で格安に出せるかっていうと子供は小さな子どもたちはフォートナイトみたいなそのパソコンでやるようなゲームまあ n i n t e s w i t c h でもできますけれども。 あそうアクセスするとか見ることはないんですけどもおもちゃ屋さんのおもちゃを見ることがあってこれおもちゃ屋さんでこのおもちゃを見てフォートナイトをやりたがるっていうことであのー、こういうの格安に出していたりしますであともう一つあの今のこういうそのキャラクターのおもちゃビジネスでちょっと面白い話っていうか本当話してはいけないことを話するんですけどもこれはあの、えっと、今から3年ぐらい前に、えっと、こうやっていた「仮面ライダー」の番組です「仮面ライダー01」っていう番組で でしたでなんか手伝いということでなんかいろんな訳があって僕に回ってきてで、まあ、何人か候補がいたらしいんですけども僕特撮よくわかんないんですけどって言ったら「あじゃあやってください」って言われて、えっと、ずっと手伝う羽目になってたんですけども少しこの「仮面ライダー」を例にしてちょっと今のキャラクタービジネスのお話をするとえっと仮面ライダーとか、まあ、戦隊もののってで テレビに出てるそのものって何かおもちゃっぽくありませんか全般にあれはなぜなのかっていうとわざとそうしてるんですよお子さんが買った時にテレビに出てる絵とおもちゃのギャップを減らすために本物というかテレビの画像の方をおもちゃっぽく作っているそれがこういうこの世界でであのー、これもちょっと何だろうその「大仮面ライダー」のその まあ本物の,のコスチュームもややこうプラスチックっぽいものになっていてで金属に使わしてしまうとよくないんですよあの子供のおもちゃほとんどプラスチックなのでなのでそのそれに合わせていますちなみに1年間「仮面ライダー」やるとまあすごく有名な大きなあのおもちゃメーカーで B って言っておきましょう通称内部的な B 財団ってみんな呼んでいましたけども 1>, 1年間で1つの番組のグッズだけで大体250から280億円ぐらいの売り上げがあるんですそういう世界です基本的にもう番組は PV なんですよねグッズのであとまあもう一つ先ほど言ったそのまあえっと資産活用するような、まあ、こんな値上がりしましたよっていうところがありますちょっとこれ置いときましょうであともう一つアバター的にこう起きる問題としてあの まあ、成りすましみたいなものそれは現実世界のものの成りすましもあるし、あのー、そのメタバース上のアバターを成りすますような問題もあって、まあ、いろんな問題がこう、ちょっと現状起きてます。それ以外にも、脅迫とか詐欺とか、ストーカー行為であるとか、迷惑行為。 例えばそのキャラクターをやたらに大きくしてしまって普通の人のこう10倍も大きいそのアバターを作ってしまったとしたらそれはもうただの迷惑なわけですよでそういうことがやっぱり現実に起きてしまうところがありますでただ全部現実世界に起きる問題がメタバースで起きるのかっていうとそういうわけではなくて例えばその複製は簡単起きるんですけどもていうか複製を むしろ許してしまっているメタバースもあるんですけど VR チャットとかあの、まあ、そういうとちょっと怒られるか関係者に、まあ、やりやすいところもありますしけど盗難は難しいんですよ盗難はその所有権を奪うっていうことになるんですけどもその所有権っていうのはコンピューター上のデータで表現されているのでそのデータをそのセキュリティ的に改ざんしない限りはできないので、まあ、それは難しいあと建物の破壊もあとかその 傷つけたりそのある暴力的な行為で傷,をつけ傷つけるっていうか障害を負わせるような行為っていうのはやっぱりそれもデータ側の方を改ざんしなきゃいけないのでできないのであのこれ全部は全部その現実世界に起きることが全部メタバースに持ち込まれるわけではないっていうところがあります。ただやっっぱり特有の怖さもあってこうゲーム まあ、e スポーツっていうのは一時流行りましたその例えばカーレースとかが、まあまあ、いい例なんですけれどもその車のカーゲームのこう車の運転の,シミレその再現能力が本物の車に近くなってきているので、まあのまあ、ゲームである程度トレーニングをすれば車の運転もうまくなるみたいなそういう世界があります、まあ、実際そのレーサーの人とかゲームで練習したりしてるわけなんですけどもあのゲーム であのその身につけたその、まあ、プレイヤーさんと本物の車につけるプレイヤーさんで対戦させると大体の場合そのゲームだけやってる人の方が勝つんですよ。でそれはなぜなのかっていうとゲームの場合事故起きても痛くもないし怪我もしないし死にもしないので攻めるんですよね危ないところに。 なのででも本物のドライバーさんはあんまりと自分が死ぬまたは自分が痛い思いするからあんまりこうギリギリまでは攻めないんですよなのでそこで違いが出てしまうのでまあいろんなそのこれからメタバースを教育に使うっていうところがあって、まあ、使い方次第なんだと思いますけどもやっぱり痛みを感じないことによる問題点っていうのは出てくるんだと思いますあとまあメタバースには警察がなくてひたすらこうプログラムのコード でやっているっているとうころがありますこれはちょっと飛ばしましまょうであともう一つまあそろそろあの結論のていうか、まあ、時間なので終わりにしたいと思ってるんですけれどもあの、まあ、メタバースあの比較的こうブームは落ちてますけどやっぱりやってる人は多くいるわけですよいまだにこうメタバースで一日何時間もつないでる人たちはいてでいろんな人たちがいてで一つはまあ純粋にその非現実性を楽しみたいそれもある意味ゲームと同じで ゲームも、まあ、その、現実とこう離れたい、その、ある意現実逃避そのものですけども、離れたい人がいるわけです。で、でもそういう人たちを皆さんな、なんだって言いますけども、その、ディズニーランドに行く人とか、ユニバーサル・スタジオに行く人も、ほとんど同じなわけですよ。現実世界ではなくて、夢の世界に行きたいだけ。なので、まあ、 それがそのディズニーランドではなくてコンピューターの画面上だったっていうところなんだと思います。あとメタバース今日あまりお話をしませんでしたけどもすごくその、えー、と重視されているその概念としてなりたい自分になるっていうのがあってそのアバターの外見っていうのは自分で定義をすることもできるので、えー、と自,分になり自分が好みの外見を まあそのにすするっていうことができますなのでこうメタバースやってる人はまあそれをすごくこう好んだりします、まあ、通常だと変身願望と言えるかもしれませんけどもあとまあ分身願望と言ったりもすることもです特にでメタバースは比較的こう女性のアバターが多いんですけども利用者の比率からするとちょっと逆になっていて多分男性だけど女性のアバターを使ってる人が多いんだろうなっていうところがありますであともう一つはまあ 現実逃避にも入ってしまいますけどもちょっと現実世界今つらいから離れたいとかあと周りにその現実世界で話してくれる人がいないからアバターの中にこう,こう話し相手を求めていて使う人もいましたただこれ逆水して言うとそれを累してそこから考えていくと、まあ、メタバースって一つの世界に入ってしまうでで仮想世界っていうのはそれが好んで入ってきてる人たちだけ。 なわけです、たくさんの仮想世界があるから迷い込んでくる人ってあまりいないわけですよ。なので、大体その近い発想の人をが集まってしまうので、まあ、過激化しやすいっても言われまして、あとも,もう一つは宗教化しやすいっていう問題をよく指摘されています。なので、まあ、これからその信仰宗教としてその,このメタあのセリアこのメタバースっていうのは多分ちょっと 問題になるのかなと思いますあとその権利性のところであとそのなりたい自分がなれるっていうこととあとそのまあその例えばなりたい自分になれるっていうものもいろいろ今こう議論が進んでいてその例えば憲法の13条でそのプライバシー権がそこに固定員をされてるっていった時の解釈論のとして。 えっと自己コントロール権自分のその選択は自分で決められる権利っていうものをプライバシーとして位置づけることによって憲法13条っていうものがそのプライバシー権を、えー、規定してるっていうふうに言う解釈がありますまあ、この辺はすいませんちょっと別の意味で関わるんですけどもただこれの中に一つに自己イメージ権っていうのがあってその他者から に対して自分のイメージをどういうものなのかっていうのを決めれるものをそのプライバシー権として捉えるっていう考え方があって、まあ、その観点から言うとあのこうなりたい自分っていうのも一つのこう権利性としてもちろんそれは社会的なコンセンサスが得ないとは成立しないことですけども、まあ、認められる可能性はあるのかなという気がいたします。はい、でちょっと文人主義は飛ばして あもう1つすみませんもう時間があとて、まあ、仮想世界におけるそので働く人たちっていうのはこれからまあ出てくる可能性があって、まあ、お金が動くわけですからその資産だけではなくて何か誰か他のバターに対してそのサービスを提供することによってお金を稼ぐっていう考え方もあって、まあ、その仮想世界における労働っていうのが出てくるんだと思います。でただこういうい 機械とかいろんなものをつけてやりますからその雇用者による監視っていうのも受けやすいわけですよちょっとよそ見をしてるっていうだけでもすぐにこう見抜かれてしまうのでまあなかなかこうつらい環境でまあ風光とかの一定さのパプリティコンって呼ばれているものがありますけどもそれにかなり近い感じがあります。であともう一つあのちょっと皆さんにこう社会的にこれから考えなきゃいけないこととしてメタバースでは基本的にこう まあ指先だけでえっと作業はできるわけですなのでその障害者の方もその健常者の方と同様にメタバースでは仕事をすることができますでまあそれは非常にこういいことなんですけども日本のその障害者のその法制度っていうのは障害者の方のこのまあ定義としてもちろん障害の法律がまあたった法律3本あるんですけども その障害の程度によってそのする場合もあるんですけどもう一つはその障害者の方が働けるか働けないかによってその保護をするまあその、まあ、お金を経済的な支援をするっていう法制度ができ形になっているので働け,働けてしまうとその保護を受けられなくなるっていう、まあ、制度設計になっています。 メタバースの文脈ではなななくてて社会福祉全体として考えけければいけないあとこういった VR 機器、えっと、こ,いこいつですねこういうやつ、えっと、重いです結構首つかれます使ってるとあと僕は正直言うとこれ苦手で酔うんですよあの車酔いみたいな状態になってしまうこれあのこうこの動きと見えてる動きにやっぱり違和感があるから酔ってしまってえっと 僕は正直言うと30分が限界で,でよっぽど慣れてる人でもやっぱりあの数時間が限界っていうところがあってそんなにこう幸せなものではないですであと最後にこうあのちょっと大きな話を言いますけども、まあ、メタバース今日ご紹介をしてきましたかなりテクニカルにご紹介してしまったんですけども、まあ、これをです、ね、虚構の世界へと見るのかどう見るのかっていうところがあって所詮メタバースまあ原因もそうなんですけども嘘の世界なんですよ で嘘の世界でみんなその中に楽しんでるんですけどもじゃあそのそれが本当にいけないのかっていうと先ほど言ったようにディズニーランドとかユニバーサル・スタジオもあれは現実なんですか嘘なんですかっていう問題があってそういうことを考えると、まあ、メタバースが特に変というわけではないわけですよ。で人間っていうのはこう嘘を,を作り嘘をこう信じる動物って言われています。っていうかう嘘を楽しむっていうべきかもしれません。 例えば、まあ、そのディズニーランドもそうだと思います。あともっと身近な例で言うとお金。例えば千円札があった時にあれって価値があるって思うのはあれは価値があるっていうことをみんなが信じてるからですよね。そうですね。に価値があるっていう嘘があってそれをみんなが信じてるっていうことが前提になってるお金に価値が生まれているわけです。なのでメ、まあ、タバースそのコンピューター上の世界ですけども、まあ、これをみんなが まあ嘘とはいえ、まあ、そういうものだと思ってしまえばこう成立してしまうところがあって、まあ、単純に虚構だっていうふうに非難できないのかなっていう気もします。でもう結論ですけども今日はあのちょっと急ぎ足でそのメタバースの,その関連する技術としてそのオンラインゲーム3次元のゲームからこうメタバースの、まあまあ、状況とかあとそのメタバースのこう課題についてこうご説明をしました。でまあ、私自身そそんんななメタバースにに対してそんなにこう あの積極的にこう何だう啓蒙する立場では全然なくてまあこういう技術もあるよねっていうところのぐらいの立場なんですけどただこういうそのメタバースの世界でこう生きていきたいっていう人もいるし逆にこういう世界でないと例えばそのなんか対人的な関係が苦手でやっぱりこの世界で生きていきたいっていう人たちもいらっしゃるわけでまあ人それぞれで選ばれればいいのではないかなというふうに思っておりままますす私の講演はここまでととさせていいただきますどううもありがとうございます。